一種のエネルギーの層だ。むやみに触ると吹き飛ばされるかもしれないぞ。こんなに大きなシールドってことは、おーい、クレーだよ。ドドダイマー、出て。返事がない。この中にはいないのかな。きっといるよ。シールドが大きいのが原因、ドドダイマー王が悪い。どんな理屈だよ。でもクレイが言ってることは間違ってないんじゃないかな。こんな巨大なエネルギーの層だもん、何か秘密があると思う。合理的な推理だ。僕もそう思う。エネルギーの層である以上、どこかにエネルギー源があるだろう。まずはこの周辺に怪しいものがないか探してみよう。クレイ出発。こらクレイ、おいらたちも出発だ。3つの装置から光が出ていて、それが同じ場所に集まっている。ふん、光を出す3つの装置か。そしてその前に小さな台座がある。この形は、クレイ全然わからない。誰か説明して。不完全な円、いや扇形か。なんだろうな、海が近いからもしかすると。けど私たちが普段見るような貝とはサイズが違うみたい。貝じゃないとしたら、そうだな、鱗。どうして鱗なんだ。それとも何か光を照射する装置の前に台座があるということは、つまり。それだ。こんな装置は初めて見た。こういう解き方の装置もあるんだね。僕の考えが正しければ、これは光を利用した特殊な装置だろう。過去に似たようなものを見たことがある。光を正しい条件、または正しい経路で導くことで起動する装置だ。なるほど、やはりこの3つの装置がシールドを。見てくれ、装置から照射されている光は白色だが、装置そのものには色がついてる。赤、青、黄色の計3色だ。手紙に書いてあった。3色の鍵を持つのは恐ろしい魚。これで当たりだな。栄誉騎士、さっきの大きいのから何か手に入れたよ。花弁のような薄紅、波のような水色、秋の葉のようなウコン。どうやらこの3つの水晶が謎を解く鍵のようだ。この水晶を欲深き精霊に捧げると旅人、水晶を海の近くに置いてみたらどうだ。欲深き精霊とは海を泳ぐ魚のことを指している可能性が高い。水晶に引き寄せられた魚から鱗を手に入れるのではないだろうか。なるほど、確かにそうっぽい。さっきあっちにすごい大きなお魚もたくさん泳いでた。水晶を置くならそこがいいと思うぞ。浅瀬だったし、万が一失敗しても水晶は回収できるはずだ。失敗しないよ、そんなこと言わないで。悪い悪い、そうだよな、きっと成功する。じゃあ、
これでいいよな。でも魚が寄ってこないぞ。グレ、手紙に他のヒントはなかった？欲深き精霊、欲深き精霊、月がぐるりと回る。ひょっとして夜にしか現れない。一晩待つってことか。魚取って食べる。いいね、クレーも今からお魚ドカーンしてくる。ああ。待てクレー、ジン団長も行く。どこか行くときは一緒にって約束だ。そうだな。じゃあ今回は特別にクレーと一緒にお魚をドカーンするとしよう。え、今なんで？ジン団長がお魚をドカーン？お魚は美味しいからやりがいがあるよ。ここは無人島だし、爆弾で人を怪我させることもない。お魚、お魚。あっち、魚いっぱい。クレー、行くよ。ちょっと待って、あの二人すごい。自由時間か？そいつはいい。ちょうどこの辺りを散策してみたかった。また海賊のお宝を探す。どうだろうな。こんなにも広い島なんだ。このガイアが隅々まで探索してみせるさ。ディルックの旦那も一緒に。そんなわけないだろう。でも何もせず暇を持て余す。君たちも自由に過ごしたらどうだ。僕は先に失礼する。みんなまるで子供みたいだな。やっぱりアルベドが一番。あれ、アルベドは？アルベドさんならスケッチに行くって言ってたよ。にゃんにゃんにゃん、あいつら。せっかく海に囲まれた島に来たからな。みんな多少は羽を伸ばしたいんだろう。安心して遊んできてくれ。魚が寄ってきたら私がみんなを呼び戻す。この島に来た理由はみんなそれぞれ単純なものではないが、この海から眺める景色が素晴らしいのは事実だ。旅人も疲れただろう。今のうちにゆっくり休むといい。いや、私はただとにかく君には楽しく過ごしてほしい。この先に何が待っていようと、私がみんなを、クレイを守る。これはジン団長は相変わらず頼もしいな。旅人、ありがとう。そう言ってくれて嬉しい。おしゃべりはここまでにしよう。親愛なる旅人、君と私がこの砂浜でひとときの安らぎを得られることを願う。